ライちゃんだよね。ライちゃんの便検査で今400倍に拡大してます。あの、なんか動いてますね。でもこれ最近ですね、全部ちょっと流れてるから原虫がいる感じではさっきも見たけどなさそうだと思います、うん、その場で動いてるから。でも腸内細菌層はちょっと崩れてると思います、うん、元気が良すぎる細菌の、だから倍率を弱めて直接法で線虫、これこの便には寄生虫はいなかったですね。線虫の卵っぽいのはこれは違うからね。曇りの日とかでも、あんまり暑いとあれなんですけど、曇りの日にも、ええ、日光浴みたいに、ああ、そうですね。あんまり暑い時に長い時間やっちゃうと、熱中症になっちゃうかもしれませんね。線虫の卵はないと。それから消化具合、消化具合が悪いのがあると黒くなると、一部こう黒いところがありますから、これ炭水化物のあの消化具合を見るんですけどね。入れてきました。はい、おいでで。が次脂肪、脂肪の未消化反応があるとちょっと見にくいけど赤く染まると。あ、こんな感じでね。でも便の中でそうやって赤く染まるところはないですね。脂肪の未消化反応はないと思います。炭水化物はちょっと未消化、はい、で浮遊法、ここです。浮遊法、ちょっと便を基準の重たい液体と混ぜて10分放置して、うん、上に浮き上がってきたやつを拾うんですけど、なんか空気ばっかり入ってるな。見る視点が違うと思って、ね、ここだ。先週の卵っぽいのもいないですね。